無理な気がしてきた。皆さんこんばんは。ただいまのアイノトーン時刻は2020年4月8日水曜日の午後8時54分です。今日は特にお知らせはありませんが、あ、昨日の対談番組どなたかご覧になりました？毎週ゲストが豪華ですけど、昨日も好きな役者さんが出ていてとっても楽しいお話が聞けました。何、昨日の対談番組ってわからん。え、火曜日何か対談番組あるん？あ、私言ったら個人的なテレビの感想なんてすみません。多分なんかリアルタイムであったんじゃないかなと思うんやけど。では本日も楽しい一日になりますように。かわいいお、あ、そっかそっか。何頼んだっけな、私なんかまた公園系の頼ん、あ、公園じゃないわ、ビーチや。監視みたいなやつやったっけ。もしもし、こちらたぬき商店のつぶきちです。買い取るボックスに入れてくださったお品物の代金 18,784 ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。そういえばしばらくずっと引き取ってないな。引き取ってない、引き下ろしてないな。あ、ジョニー。ハローアイナさん。はい、ジョニーです。このメッセージが一体いつそちらに届くかわからないけど、助けていただいたお礼に旅のお土産をもらってください。旅の水平ジョニーより。なんやろうな、今回。あ、そして。はい。多分ビーチの監視のやつやと思うんやけど。これジョニーからのね。スコットランド帽子。どんな感じ？あ、かわいい！え、めっちゃかわいいんやけど。え、この帽子かわいい。ほら。え、よくない？この格好にも別に、いいと思う。個人的にはいいと思う。そしてビーチの監視台ちょっと置いてこようっと。やっぱこの辺がいいと思うよね。子供がここで遊び寄るとして。んー、あ、どの辺にしよっか、監視台。この辺りとか？ビーチの監視台。これ上がれるんかな？上がれん？あ、これ逆向き？もしかして。いや、この向きであっと、え、違うよね。逆よね、これ多分。は、てい。どうしよう。あ、ホイッスルついとる。よ、こ、こういう感じ。ビーチの監視台上がれたらいいのにな。上がれんのかくそ。あ、で私ね、まだ何か食べ物を食べて、その木をね、伐採したりだとか岩を破壊したりだとか、そういうのをしたことがなくって、ちょっと今回それをやってみたいなと思うよね。それをちょっと、ま、やって、で、多分今後は動画外で、いっぱい木がなくなったりとか、いらん部分伐採しまくっていくことがあると思うんやけど。よし。あ、なんでしょう、ルーシー。アイナさん。私、今日あなたに一言お礼が言いたくて。アイナさんがトタケキさんのコンサートを実現するために、島おこしされていることを聞きました。プレゼント通過中。私も本当にアイナさんのこと尊敬してるんです。アイナトのためにいろいろ尽くしてくださってありがとうございますよ。それで、お役に立つかはわかりませんが、よければこれをお受け取りください。なになに？島おこしをされているのなら、島に飾れそうなものを集めておられるかもしれないと思ったんです。うんうんうん。そのキャスターペールも、もし良い飾り場所が見つかりそうでしたら飾ってくださいよ。キャスターペールってなんだ？ちょっと待って、どんなものか見たい。ゴミ箱？え、ゴミ箱よね、多分これ。何を捨てようかな。ほらほらほら、ゴミ箱や。ってことは、ちょっと広場の近くに置いておこっか。どの辺がいい？こっちのこの辺に置いとこっか。ちょ、なんか通り道がなくなるな。通り道がなく、この辺にしとこっかな。置きまーす。みんなここにちゃんとゴミ捨ててね。ウリと茶の確保はいくら必要なんけ？ 1 万やった？やったらもう十分持ってるから。アイナさん、どうもどうも。こちらは建築相談カウンターだもん。どういったご用件だのも？とりあえずインフラ整備の相談を。インフラ整備の相談だのもね。今ならこういう相談乗れるけど、具体的には何をご希望だのも？土地を売り出す。
新しい住宅用の売り土地を探してきてくれるんだもんね。手数料で1万ベルいただく代わりに引っ越しが決まれば契約のお礼としてマイルを付与させていただいてるけど、どうだろう？売り土地を探してきてくれるだろう？探してきます。これって動物がおらんのったらまあ家がなくなるわけやん。まあそっか、そのまんまか、家がなくなるだけか。毎度あり。そしたら売り土地を確保するためのハウジングキットをアイナさんの荷物に入れておくからね。良さそうな場所を見つけたらそこで使ってもらうだけでいいからね。それじゃよろしくだなも。ちなみに他にも何かご相談あるだなも。大丈夫です。はいはい、またいつでもお待ちしてるだなも。とりあえず土地を確保してどっか島に出かけるか。どこにしよっかな。ん？なんか飲み飛んでるよ君。ああ、でも今あれやな。ちょ、一旦、物売ってからにしよう。飲みが入れられない。さあ、それじゃあちょっと、飲みを。飲み、飲み、飲み。あと、イースターのやつも作ってないやつ作っとかんといかんな。飲みが飛んでるよ。めっちゃキョロキョロした。飲みだ！あー、かゆ。健康的なのに、おーっと壊れたよ、網が。お世話になりました。げ、嘘！あたいに飲みがいたなんて。アイナちゃんが取ってくんなかったら気づかなかったよ。超助かっちゃった。あは。よかった、よかった。じゃ、とりあえず家は、ま、この並びにしておくか。この並びかな？ちょっと違うところに建てよっか。どこがいいかな？ 3 軒ここになっとるやろ？もう1軒向こう側は？くるぶしの家の近く。あ、橋が立つんか、ここ。橋が立つということはやめておいた方がいいな。あ、こっち側とかは？あ、ダメだな。ちょっとなんか感覚が。どうしましょう。ここが私の家なんよね。ってことは、私の家の隣、この辺りに、ご近所さん作ろう、ご近所さん。新しいお家の建設予定地ここにしようかな。想像してみる。並びこんな感じで合っとるかな。とりあえずじゃあ、オッケー、ここにします。イェーイ、お隣さんができる私に、お家を建てる場所を決めた。新しい出会いの予感。目の前にちょっと金のなる木ができるんですが。それは。あ、もうちょい後ろ？え、こんなもんか。え、わからん。なんか若干もうちょい後ろやったような気がしなくも。え、どう？地図で見てわからんな。あ、そうや、なんか、確実に邪魔やろうなっていう感じの場所の木をさ、ここちょっと見た目的に邪魔よね。ってことで何かを食べたら、パワーがみなぎるみたいなんよってやん。あれまだ試したことないけんさ。ちょ、試してみたい。え、しょぼい斧でもできるんかな？ちょ、待って。とりあえずリンゴを、一個食べる。一。あれは一でも大丈夫なん？待って、壊れたんですけど。しょぼい斧が壊れたんですけど。10いかんといかんのかな？ちょ、待ってね。食べよう、食べよう。10まで貯めよう、とりあえず。さあ、これで力を発揮できるのか。行くぜ。行くぜ、行くぜ。さあ。ねえ、どうなん？これ、切れおる？なんか特別なもの必要やった、これって。別に特に必要じゃないよね。なんか押すボタンが違うとかそんなこともないか。何回もしよったら切れるんかな。ね、全然切れんくない。全然切れんくない。普通以上じゃないとダメとかそういうのある？もしや。くっ、わからねえ、わからねえぞ。ちょ、え、ちょっと待って。とりあえず、レシピで普通にしよっか。
タヌキ開発マルチメディア端末タヌポートでございます。1日1回にタヌポートへのアクセス特典マイルを付与いたします。3日連続ボーナス100マイル。めっちゃ埃が出る。タヌキマイル交換で、今頃やっと、普通に使える道具レシピ。普通に使える道具レシピは3000マイルになります。交換いたしますか？します。交換を受け付けました。ただいまよりデータを送信するため、お客様のスマホを端末に近づけてください。おー、いいね。最新やね。レシピの登録完了しました。ご利用ありがとうございました。壊れにくいしっかりした作りの道具レシピを覚えた。材料集めがはかどる予感。めっちゃ注目されとった今。超注目されとったよ今。お、これで、DIY でものづくり奨励キャンペーン 150×2。そういえばちょっと、他のも先に買っておこう。たぬきマイル交換で、じゃあとりあえず、そうだよね。今、もうマイルが結構溜まっとるけん。これは段階踏んでやった方がいいんかな。道具スッキリお気にリング。道具スッキリお気にリングは800マイルになります。交換いたしますか？交換する。道具スッキリお気にリングをプリントしています。なんか出てきた。プリントが完了しました。これどうすればいい？ふんふん。なるほど、納得。道具を簡単に持ち帰る技を覚えた。外にいるときに十字キーを押せばお気に入りリングが使えるらしい。あ、なにそれなにそれ。あ、お気に入りに登録して、それをすぐに出せるようになるってことか。あ、そういうことね。ふんふんふん。じゃあちょっと他の。ポケット整頓テクニックはまた今度にしておこうかな。じゃ他に何かしら置けそうなもの。あ、ジャングルジム置こう、ジャングルジム。これ交換するわ。はい。商品の交換を受け付けました。商品は郵送でご自宅へお届けします。他にも交換いたしますか？もう大丈夫、やめとく。ご利用ありがとうございました。これで壊れにくいやつができる。DIY で何か作ろうかな。作ります。はい、石の斧を作ります。これでいける？石の斧ができた。この石の斧を使って、よいしょ、よいしょ。さあ、倒せるのでしょうか。どやどや？わからねえ。あ、これで登録できる。上ボタンを押したら、もう登録できるわけやね、これ。え？あ、もうすでに登録されとるってことか、これ。あ、で、ここで簡単に選べるってこと？これは、ねえ、果物パワーどうやって使うの？このままやり続けよったら、倒れます？なんか倒れそうな気が全くせんねえけど、こんなにかかるもんなんかな。無理な気がしてきた。またちょっと今度やり方をしっかりと覚えてやろう。ってことでちょっと島に出発しますか。さあ到着しました。今回のターゲットはこの島です。私はここで待機していますから、お帰りの際や道具が必要な場合には、いつでも声をかけてくださいね。グッドラック。あ、早速オリアン。ん？あれは、誰やっけ？え、あ、なんかさ、あ、あれよね。ハッピーホームデザイナーとかで出てきたよね。出てこんかったっけ。これを読んでいるあなたへ。子供の頃夢見たあの家具が大人になっても忘れられなくって、ついに DIY しちゃったのよ。一人で楽しむのはつまらないから、このレシピをあなたにシェアするわ。あなたの DIY ライフのお供にどうぞ。シルエットより真心を込めて。シルエットはあれか。リスよね。黒いリスの女の子よね、確か。木製サイドテーブル。覚えとるやん。もう結構初期に出たやつやん。マジかとりあえず、じゃ木の枝とかね、島で、自分の島で拾うの結構、
大変やけん、こういうところで拾って帰ろう。よしよし。あ、横向きの滝や、ここ。何あれ？タガメ？え、なんか、ちょっと待って待って待って、欲しい欲しい。欲しい欲しい。あ、こっち側にもおるやん。ゲンゴロウ？ん？これは。タガメを捕まえた水中のギャング。刺されたら超痛い。タガメで会っとった。なるほど。誰さんだった君。ちょっと待って。魚、変わった魚はいないかい？一瞬サメの背びれが見えとんかと思った。こんなところで。こんな島の内部のところで。おいでおいで。入ったブラックバス？ブラックバスを釣り上げた。何センチ？何センチ？あ、ここもしかして。もしかし、あ、違うか。違う大きさの魚影もあるね。なんかブラックバスばっかり釣れる島みたいなのもあるらしいんやけど、ここは違うか。ね、魚影の大きさが統一されてない時点で。はい、来たフナ、フナを釣り上げた。フナっこフナっこ。ブラックバスはそんなにいい値段にはならんかったんかな。ごめん、めっちゃグイグイ押して。マミーさんや。あら、こんなところで人と会うなんて、なんだか運命を感じちゃいますね。私の名前マミーです。一人旅でここまで来ちゃったので、話しかけてくれて、とっても嬉しかった。あ、私ばっかり喋っちゃった。え、でも子供がおるけん、一人じゃないやん。もしよかったらお名前教えてくれますか？ふんふん。アユナ島から来たアユナさんですね。せっかくこうして会えたんだもの。この出会いに感謝しようと思います。滞在中、仲良くしてくださいね、ダフン。マミーさんいいね、おいでようちの島に。忙しい日々の暮らしから離れて、ゆったり過ごすこの島での時間は、心の選択にもってこいですね。最近私が住んでる島での暮らしも、ちょっとマンネリ化してきちゃってて、飽きてきたところだったんです、ダフン。うちの島に来てみる？え？本当にいいんでしょうか？さっきお伺いしたアユナ島にマスカ誘っていただけるなんて。今公園作りよるけんさ、ちょうどいいと思うよ、マミーさん。子供おるしね。私なんだかとっても嬉しいです。まるで夢を見てるみたいな気分ですよ。後からウソラなんて言わないでくださいね、ダフン。全然言わないよ。それならよかったです。早速引っ越しの準備を始めなくちゃ。急に忙しくなりそうです。それで、なるほど。移住手続きはタヌキチさんという方に連絡するんですか。忘れないうちにやらなきゃですね、ダフン。あ、ってことはマミーさんが来るのはうちのお隣か。お隣さんよろしくね。よろしくね、めっちゃ楽しみ。マミーさんが引っ越してくるってことは、ちょっとあの家の周りにさ、滑り台みたいなの欲しいけど、今、ブランコがある家って誰が住んどんやったっけ？あ、アンチョビか。アンチョビの家にブランコいらんくない？ちょ、ブランコ移動させようや、あれ。別に移動させれるやろ。子供のためにブランコを。ブランコ、ブランコ。これ移動させよう。ほら。ほら、取れる。ちょっとね、家の周り寂しくなるかもしれんけども。まあ、こっち。子供優先ということで。ベンチブランコ。向き。ちょっと待って、向き向き向き。あ、動かせない。これで、あれ、もうちょいか。これで動かせ。よし、オッケー。これでいい感じになるはず。家の周りには花を植えたいね。よしよし。なんか子供が遊べそうな庭とか作りたいかも。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで私はまた動画外でジャスティンに魚を売って売って売りまくってお金を稼ごうと思います。